上フラ農町は、北海道上川総合振興局にある町。1897年の開拓以来、農業を中心に発展してきた町であり、1948年に農作物としてのラベンダー栽培を始めた地であり、2001年にはフラノのラベンダーとして、環境省から香り風景百選に選定されている。上フラノ町を含む一四六町村で、フラノ、 美栄観光圏を形成している。北海道のほぼ中央部に位置している。町域は、東西 24.6km、南北 19.0km であり、東に、大雪山国立公園の大雪山系十勝岳、西に、夕張山地の山麓地帯、北に、両山系の山麓と山型を山岳に囲まれている。また、北は、上川と空地の分水嶺にもなっている。 南には市街地が形成されており、フラノ盆地の平坦部が開けている。周囲を山に囲まれているため、気温の比較差や月格差が大きい内陸性気候となっており、夏の最高平均気温が摂氏26度前後、冬の最低平均気温は低く摂氏15度前後となる。年間降雨量は約1000ミリメートル。 年間積雪量は平坦部で約1メートル、山間部では2から3メートルに達する。1955年に陸上自衛隊の中屯地が移駐し、現在は人口の約3割が自衛隊員とその家族になっている。神フラの歴史年表参照、議会要覧参照国の機関警察消防病院フリーペーパー高等学校。 中学校、小学校、認定子ども園、保育園、基幹産業は農業であり、麦類、豆類、水稲、天才、ジャガイモの作付けが多く、北海道内で唯一のホップ産地になっている。畜産では養豚が盛んであり、ブランド肉としてカミフラのポークがある。産業別従事者では、第三次産業の割合が最も多いが、これは、 陸上自衛隊の駐屯地があり、公務員の割合が高いためである。観光では、フラの美エエリアに位置しているため、ラベンダーが咲く夏季を中心に、多くの観光客が訪れるほか、都価値だけ登山客も訪れる。立地企業組合商業施設金融機関、郵便局宅配便上フラの駅路線バス都市間、バス町内を通る、幹線道路は、シーニックバイウェイの大雪。 フラノルート、大雪、フラノ、トカチを結ぶ、北海道ガーデン街道になっている。長指定神フラノ八景宮間峠エリア、仙望峠、中心部、東中エリア、トカチ竹エリア、神フラノ町は、養豚が盛んであり、豚下がり発祥の地と言われている。神フラノポークは、豚にストレスをかけない飼育管理、生産を行い、 配合飼料にこだわりを持ったブランド肉である。神フラの豊かみ豚カレーは、町内の温泉施設で提供している。小説テレビドラマ映画50音順神フラの町民検証。私たちは、UFO とかだけのふもとフラの平原の母なる地神フラの町民であることに誇りを持ち、この検証を掲げて、先人の偉業を継ぎ、明るく豊かな郷土を作ることに努めましょう。 昭和42年6月26日制定宣言行政産業観光ありがとうございます。